ピースを作っときます。乾燥させながら、これがこんな形ですね。手首、ここにコーラーカーをちょっとそこだけ、手の中に入れて丸めます。で、一方、一方向だけつまる。ここにセットになります。中はこれ。なんかこれ、ここだけちょっと厚い。同じ硬さなら土下はいらないんですけどね。土下を用意します。ちょっと塗ってやって。皮っぽそうなんで。ちょっと後ろか、ちょっと後ろか、少し丸、少し丸めやすければ。ポイントは。みたいなんですよ。ここをあんまりくっつけすぎないで、全部つけていきます。こうやって少し接点がはっきりしているところには土偶を入れておきます。乾いたら割り気にならなくなります。手と足を置きます。手は拍手してるような感じにしたいんですよ。今は爪楊枝で1ミリだけですね。